はい、もう始まってますか、はい、おはようでやんす。おはようでやんす。あらおでやんす。あらおでやんす。え、今日はさ、あれよ、はい、めっちゃみんなが多分知りたがってる、うん、あらお、大事なとこ噛んだ。あらおとの慣れ染めよ。慣れ染め、うん、あらおがこんななんかずかずかとなんかここに出てくることまずなくない？まあそうですね、まあ、みんな、あらおがって名前になってるかもな。でもね、割と私はあれなんですよ、はい、もうどこにでもアラオがおると勘違いされてて、うんうん、千葉にレッスン行っても、はい、アラオくんはどこにおるんですかとか言われるし、そのレッスンの日でってことですか？今日はアラオはどこにおるんですか、アラオは来てないんですかがいつもの質問やから、はい、アラオはやっぱ人気よね。人気っていうか、こう気にかけていただいてるんですね、嬉しいですね。まあ、そんなガッツなアラオくんですね、まあ、ガッツなんですよ、出会いはガッツがあるやつは、はい、私もともとあれさ、みんな知ってるか知らんけど、うん、YouTube5 年前ぐらいやっけ、あれ 3年前ぐらいに、はい、多分 YouTube1 回やっとって、はい、でね、ちょっとね、あの悲しき事故がね起きましてですね、はい、いろいろパートナーとにね、はい、あの、まあ、YouTube ができなくなって、まあ、事故って言ったら変やないかな、うん、ちょっといろいろあって、まあ、YouTube をもうやめることになったんや。一旦置いとましたんですよね。そうそうそう。でも割とその時もやり始めほやほややったけど、うんうん、登録者数さんもね結構多くって、みんな結構コメントもしてくれてね、状況は良かったんやけど、うん、まあそこで結局うまくいかんくってやめて、うんうん、でそれを何、君は見ていたのか？知らないっす。あ、知らんかったんや。なんかあらおは、はい、なんか突然インスタの DM やんな、あれな。そうですね、あ、それ僕の同級生の桜か、うん、あ、そうです、あの幼なじみが西田さんの後輩で、うん、まあ、それ自体で連絡してみたいな、そうやな、そうやな、はい、で連絡して、でも私その話な多分あんま聞いてなかったよ、まあ、覚えてないですよね、あんまり覚えてないどころか、多分さくらっていうその後輩ちゃんがおるんやけど、うん、その子と最初 YouTube をやり始めようかなとも言うてたんやけど、うん、結局進んでるか進んでないかの時で、はい、で私もね人の話あんま聞いてないから、なんか聞いた記憶もなかったんやけど、はいはいはい、私からすると突然インスタグラムに DM が来たんですよ。あ、そうですね。なんか初めまして、あらおと申しますみたいな感じの内容で、そうだったかもしれないです。はい。まあ、YouTube の編集とか、まあ、ディレクターみたいなのをさせてもらいたいみたいな、その話の内容が届いたんですよ。うんうんうん、でもその時やっぱね、私もともとあのお願いしてた子が男の子で、うん、でやっぱりそういう、まあ、辞めるべくして、まあ、あった出来事があったんで、やっぱ人をねこう信用するっていうことができてなかったんですよ。なるほど。なんでね、あらおくんに丁寧にお断りしたと思うんですよね、最初ね。すっごい丁寧に断られたと思います。ちょっとやっぱり、まあ、YouTube ね、こうやりたいんやけど、やっぱこう不安というかね、うん、なんかやっぱり信用問題やから、やっぱ今、なかなか人をね、こう信用することができひんし、まあ、仕事も忙しいし、うん、今回はすいませんみたいな感じの連絡をね、何度かしたんやけど、はい、まあ、諦めが悪いの悪いの、この人。ほんまにそれだけ。悪かったよな、多分。今アラオも多分自信があったんですよ、今思えば。まあそうですね、彼は多分自分 の、 そのやっぱ編集の技術もそうやし、多分そのディレクターの技術も多分自信があって、で西畑さんっていう多分人間にこのかけれると思ってくれてたんやろな。全ベッドできると思ってたんで。でも私はそんなん分かれへんやん、そんなだってアラオは多分西畑をまあ調べてくれたんか、なんか分か、うん、ある程度見てくれたんか知らんけど、私からするとアラオはどういう顔なのか、うん、どういう人間なのかやっぱ知らへんし、まあ後輩ちゃんに聞いて、はい、まあいいやつですよっていうのは聞いたけど、それで人を信用できるか言ったらそういうわけにいかないですよ。なんで、アローにね最終的に切れるという、お前しつこすぎるぞっていう、何度かねこう問い合わせてくれたんやけど、はい、3、4回ぐらいしたのかな。そうでもえって言うて、はい、しつこいお前って言って、最後は多分私に怒られたんやけど、はい、なんとねこの人ね、あのちゃんとパソコンを持って練習場に来た日があるんですよ。なんか最後にその機械を作ってくれたんですよね、話聞くよっていう。そうそうそう、もうあかん、しつこすぎるわ思って、でパソコンにねちゃんと多分ね、はい、その1ヶ月の、ね、企画書みたいなの書いてきたんよね、はい、言ってん、約束で1ヶ月間で1万人やっけ、1万人か、まあその再登録者がいかなかったら、うん、もう雇えへんっていうか、はい、まあそこでやらへん、うん、でももしあの課題をクリアできたもんならちゃんと2人でやってきますよっていう約束ごと、私マジでね 0.5% にも満たへんぐらい信じなかったんですよ。おい、今までも何回もおったりして、ほんまにそれで断ったんですよ、あらおみたいな人がいっぱいおって、もう自信あるんですよみたいな、でもなこうプロフィールとか見てもなんやねん、ほんまに仕事やってんかみたいなことが多くって、でも断っとったから、あらおがしつこいからやっただけで、もう 0.5% も信じてないよ、そんな 1ヶ月1万なんか行くかぐらいの感じやったんですよ。そうですね、ところがね、あらおくんで成し遂げたんですよ、それを。1万5000人ぐらいいたんですよね、それで。なんなら余裕でオーバーしてて、はい、
でまあなんならそのねやる前から私もねその疑いばっかりじゃなくて、うん、荒尾がねちゃんとこうパソコンでその、うん、やるべきことをまとめてくれてたのを見たときはね、あすごいやる気があんねんなっていうのはちょっとやっぱプラスポイントだったんですよ。あ、そうなんだ。うん、やっぱりなんか今までやりたいやりたい言うっていうだけで何回か話を聞いたこともズームをしたこともあったけど、やっぱりこう具体的なね西畑さんのキャラがいいから伸びるんですよとかそういうところ止まりで、こういう企画をやったらいいとかこういうネタにしましょうっていうところまで進んでる人っていうのが多くなくて、よかった。そうだから荒尾はねそれをもうずらずらずらっと私がねめんどくさくて読まれへんぐらいまとめてきとったんですよ。だそれはねやっぱね信頼のポイントの一個やなっていう、まあ、そんなスタートでしたよね本当に。うん、あとはやっぱねちょっと自分に似てる性格をお持ちっていうのあるんですよ。西畑さん B 型なんですよ、うん、僕も B 型じゃないですか。そうやな、結構こう B 型っていう性格あるじゃないですか。我が強いからどっちも引かんねんなまあそうです、ね、でもなんか人からするとね結構 B 型ってね好かれる時もあるし嫌われることも多いんですよ、うんうん、ありますね。ただやっぱり B 型特有のねこう理解をしてあげることはあってガッツはねあるんですよ勢いは。確かに。だなんか気分やから割と、うん、あれあんたその言ってた話どこ行ったっけみたいなのがあるんですけど、うん、でもねやると決めたら割とねねちっこくねやるタイプやからある程度意見もうるさいんですよ。意見もうるさいし、やっぱりこう、お互い結構ね譲らん部分があるから、気に入らんことでね何度かねこう言い合いになってることもあるぐらいなんですけど、ありますね。ただやっぱね熱量がねこうねあるからやっていうのを理解してるんで、多分こうやって今も続いてんのかなっていう。そうですね。だから結構コメントとかでもさ、荒尾くんのフォローあっての西畑みたいなね、確かに。私結構言葉選びは適当なので、やっぱそこは荒尾にねこうフォローしてもらうっていうので、そんな。でも本当にでも。こう1年半ぐらいやってきて、うん、こう西畑さん絶対うまくいくと思って始めたじゃないですか、うん、でまあ最初こううまくいって、うん、でこうまあいろんな人にね、うん、落ちるかもしれないよとか、うん、なかなか伸びに伸びるの言われたな、ないっぱい結構言われましたよね。言われた言われた。アンチもいっぱいいたし、そう簡単じゃないから今の YouTuber みたいな結構言われてな結構言われて、いやまあそうなるなって思いながらもアンチも多かったしな最初な、ね、ちらほらやっぱこうどうしてもなかなか関西弁で女性でゴルフやってる人いなかったんで、なんやこいつみたいな感じでした。生意気みたいな本当にけどその中も西田さんともめげずにすごいやってくれて、で今ではもうたくさん素敵な視聴者にね囲まれて恵まれてる。もう多分どのチャンネルよりもね私たちのファン層というかね見てくれてる人はねいい人ばっかりやなって、いろんなチャンネルいい人いっぱいいますよ。もちろん、ね、でも全然圧倒的にね、やっぱり誇れますよね、うん、悪いコメントっていうのは少ないんかなって、全くないわけではないけど、なんかみんなこう私の理解っていうかね、こう性格で荒尾の性格を理解してくれて結構こう見てくれてる人が多いんやなっていうのは、ね、愛されてる証拠よ。いや嬉しいですね。掛け合いがおもろいって言われてるけどな、でも何がおもろいかわからんけど、まあ、僕たち普通に自然にやってるだけですからね。ずっと言ってんねん、荒尾のボケはしょうもない言うて、私はいつもなんか最初ね YouTube やり始めた時って小ボケから入ってたんですよ。そうですね、やってましたね。あれが良かったんかもわからへんけど、最初は皆さん新鮮だったんですかね。でもちょっとまあ僕データ分析する仕事なんで見るとあれがあんま良くなかったんですよ。あ、そうなんやあれね一気にこう視聴者の維持がガクッと落ちちゃってて、あの小ボケ。そうです。あ、そうやったんや。結構ね好きな人は好きで言ってくれてるんですけど、もっと見てくれてる、あのなんだ新しく来た層にはなんだこれはって見られるのやめてる傾向があったんで、そうなんや、最近は封印してるんですけど、たまにやるんでぜひ見てください。小ボケがね結局あれは最初のスタートでみんなに言われて、うんうん、だから私もお前もっとおもろい小ボケせよみたいなことはねよく言ったり、あれ100本近くまであれやってましたからね。そう、毎日よう小ボケが思いついたなっていう手当たり次第にそこら辺にあるものから考えようと。ずっと始まる前から探してねやってましたね。でもねそういう下積みがね今なんかこんなねこうあの10万人っていう登録者のね数までいってるのが驚きやけど。いや本当驚きですよね、まあ、真面目にねあの荒尾くんあっての西畑って言われてもしょうがないかなって思ってる。だってもうそれがリアルやもんな、ね、私はもう YouTube をやっぱりねやるつもりはねなかったし本当にやるつもりなかったですもんね。ほんまにやるつもりなかった、うん、なんか別に性格的にあのね、有名になりたいとも思ってないし、別に自分の好きなレッスンの仕事がメインで稼げたらええねんっていう。だからずっとなんならあれやんな、1万人とか2万人の登録者数の時もさ YouTube に時間割かんって言ってたじゃあ今やから言えるんやけど、西畑さん結構4万人ぐらいまでいたかもしれないです。荒尾ずっと首かしげて顔で西畑さん
収益とか収入の面で考えたら YouTube も割とちゃんとしたお仕事になってると思うんですけどみたいな。でもそれぐらい西畑さんやっぱ普段のレッスンを大事にされてて、まあ、お客様あっての西畑やってずっと言ってたぐらいからね、うん、例えばその例えば YouTube が稼ぎいいってなったとしてもそれよりもやっぱそのお客さんとを対応したいとかお客さんのレッスンをしたいっていうやっぱ芯があるんで多分このチャンネルってちゃんといろんなレッスンが皆さんのもとにいい感じで届いてると思うんでやっぱそこのこうスタンスは結局10万人までもちろん時間取っていただいてますけどレッスンが最優先っていうのはずっと変わらないで変わらんからなんか全然もう日数なんかで言ったらほんまにもう全然知れてんのよ YouTube だってだって西田さん本当に月25日間ぐらいレッスンしますよね、うん、もう多分ほんまに休みっていう休みはないのでもっとしてるのかな、ね、半日休みとかねだからこう午前中はちょっとお休みにさせてもらいますとか、うん、まあでもやっぱりあれやなこう暇よりはマシやと思うわ、うんまあそうですね、ちょっと今年に入って私はまあ年齢もね今年27誕生日来たら27なんですねそうやからねやっぱ体って25から落ちるっていうやん、うん、だからさ一気にやっぱ忙しかったのが落ち着いた途端やっぱ体調崩してさ胃腸炎になったりなんかいろいろあったやん僕も特に25になったんでそうだからおめでとう言うてささっき慌ててペイペイで送金したわいいのにだからそんなびっくりしたわだから全然もう私もね、はい、心ここにあらずだったねSNS をさ見なさすぎてさ僕がその25っていうとみんな結構驚くんですよだからそもそも西畑さんより年上だと思ったみたいなことたまに言われるんですよねいや多いよだってこの間それこそ僕荒尾くんのファンなんですよっていう会話で、うんうん、あれって思ったのがなんか荒尾が年上の体の会話になってる時があって荒尾のファンやのにみたいな、はい、で荒尾何歳やと思ってますかって言った時にアロン君って多分2つ上30いかないぐらいとかって言われて、ね、全然ちゃうよ言ってあ、え、じゃあ西畑さんの結婚遅いんやとか言って驚かれてさ失礼やな言ってまあ、ラオ君は若くしてね頑張ってますよまああのねこの動画以外っていうか今までもねどっかの動画でもちらほら言ってたんですけど、はい、アラオ君はねこれがメインってよりかはアラオ君ってどっちかっていうとねオーナーさんっていうかね会社を経営されていてね、まあまあまあ、美容関係の仕事をしてるんですよそうですねで私もそこのサロンに行ってねこうまつげをねしっかり上まで上げてもらってるんですけどまつげサロンちょっとね仙台でやっててそうだから、ね、お客さんとしてもねやり手なんですよ彼は結構昔からこう頭の回転が速くてねだ多分その YouTube もこう数値を見たりとか、うんうん、なんかそういうデータ分析みたいなのが好きなんですよ、性格的にね、うん、だから多分こうやってうまくいってんのかなってもう感謝しかないんですけどね、もうちょっとみんながチャンネル登録して再生回数しっかり回してくれたら西畑ちゃんとねこの YouTube でも稼げるようになるんでね稼げたら荒尾君の給料も増えるっていうみんなで頑張ってくださいっていうそうですね、みんなでこう頑張ってきたんですね私言うても携帯もう1台しかないから2台でしか稼がれへんみたいな再生回数あれ 1個あかん1個しか加算されへん、はい、多分そうだと思うんですよね1日の上限とかあると思うんですけどおそらくねみんなな暇の時はもう聞き流しでいいからぜひやっとってくださいよまあでもねほんまね慣れ初め何ですか慣れ初めなんかやだな。なんかやだな。なんかやだなとか言うなよ。あ、失礼しました。なんか勘違いしてるんだよみんな結構が荒尾くんは彼氏ですかって言ってる。あ、そう最初すごい言われましたね。この感じお互い嫌ですって言ってるから、お互い僕西畑さん嫌です。俺は私荒尾嫌やって。そういう仲なんでね、うまくね、バランスをとってますよ。そうですね。B 型同士で付き合う人とかいるんですか。でも少ないんちゃうかな。聞かないですよね。うんやっぱりなんかどっちも結構サバサバしておっさんっぽい感じが多分嫌なんかもしれないね、うんうん、まあだからそうですねちょっとこう冷めてますよね2人とも、うん、まあサバサバしてる、うん、まあでもね基本私の機嫌はね理解してね荒尾くんは様子を見てますいつも西畑さん今日めっちゃ機嫌悪いから気ぃつけようとかね今日は機嫌がマシやとか今日の機嫌は今日は良かったです、ね、今日良かったですっていう感じきっと10万で言ってくれたかなってからかなそうですねそうちょっとねいろいろと頭をねこう冷やしてたんでね昨日時間があったんですよ、うん、あったから多分それで機嫌が良かったのかもしれないそういう感じでね結構うまくねこう様子を見てバランスを取ってる感じなのでぜひぜひ、これからもね荒尾くんと西畑さんのね掛け合いをね、はい、楽しみにねしてくれてたら嬉しいなと思いますこの10万人を機にね、まあ、いろんな YouTuber とも機会があればコラボしていきたいなと思ってるんで、ね、そうだからなんか俺ちょっとここの YouTuber と仲ええねみたいになったら勝手に宣伝しといてコラボの依頼も待ってますんでそうですね見てる人がもしおったらね、はい、お願いしますいける範囲であればね行きたいなと思ってるんでまあこんな感じで以上荒尾くんとのね慣れ初めでした、まあ、みんなね知りたくてねなかなかねこう私がね直接聞かれた時はね答えてたんやけど、うん
こうやってみんなの前でね言うことはなかったので、ちょっと見てくれますかね、みんな大丈夫かな。いやまあ見てあげて、これはあの10万人記念のなんかこうあの話としてね、はい、見てもらえればいいなと思うんで、まあ、引き続きねチャンネル登録、いいね、コメント、あとはまあフォローもね引き続き外さんと、そのまま2人応援してあげてください。お願いします。はい、ほなまた次のチャンネルで。次のチャンネルで。サブチャンネルですか。サブチャンなんか流れるんですか。うんとか言って、うん自分でうんって言ったら。僕も一回途中止まりましたよ。ということで。もう一回あのサブチャンネルの方でも誰それ言わなかった。もういい。もういいか。もういいですね。ということで。まあ真面目に、ほなまた次の動画で、バイバイ。